はい、よろしくお願いします。稲田でございます。というわけで、今日はね、下から上のスイングっていうところ、今まで何回か動画で掘り下げてるんですけれども、もう一回軽くね、掘り下げてみようと思います。僕もテニスコーチとして、もう20年以上やってますけれども、デビューした当時からね、アシスタントコーチの頃から言ってましたね。ストローク、下から上、下から上ってね、まあ、先輩コーチに習ってこう言ってましたし、僕自身もまあそんな感じなんやろうなと思いながら、やってました。自分が高校の時にプレーしてる時に、下から上ってやってたかっていうと多分やってないと思うんですよね。そういう言葉は多分入ってこなくて、テニススクールに入ってから多分そういう言葉を聞き出して、やってたと思います。で、まあ何の違和感もなく使ってましたけど、まあいろいろ。悩みを聞いていると、まあ、ちょっと分解して理解した方がいいところもあるのかなという感じで思いました。はい、下から上ってやっぱり言われると、誰もがこう理解できる言葉であるだけに、10人いると10人違うことをしますね、やっぱりね。はい、そういうところをちょっと分解して考えれたらなと思いますので、動画にしてみました。まず、オンコートでの動画を見ていただいて、その後補足説明という感じでいきましょう。ではいきます。どうぞ。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日は、下から上のスイングっていうところを、少し掘り下げて、ご紹介したいと思います。よく、スイングの中でね、言われると思います。スクールに行くと、下から上に振りましょう、下から上に振りましょうという形で言われると思いますけれども、まあ、どういう感じでやればうまくいくのか、やっぱりこう、分かったようで、こう、ちょっとうまくいけないなという方が結構多いですので、ちょっと分解をしてご紹介していけたらなと思います。スイング自体は、下から上っていうよりは、やっぱり後ろから前に振った方がボールを飛ばしやすいっていう方結構いると思うんですね。で、その方が下から上って急に言われるとなんか難しいなという場合が結構多いです。で、もともと下から上に振ってうまく飛ばせる方は全然問題ないと思うんですけど、後ろから前のイメージの方がうまくいくのに、下から上っていうのは何でかなという感じで疑問が湧くと思うんですけど、これはまあ単純にまず、縦回転がこう生まれやすいというところが一つ、それからもう一つは、体を関節をですね、うまくこう機能させようとした場合に、まあ、後ろから前っていう表現でも全然いくんですけれども、下から上っていう表現をした方が、より落とし込みやすいという意味もあります。はい、で、今言った腕の動きっていうのは大きくやるとこういう振り子の動きになります。こういう感じです。以前の素振りの動画でもね、出しましたけど、こういう感じ。セミウエスタングリップだったら、この状態で面が後ろを向いてる状態から、こう降りてきて、まあ、自分のおへその下でくるんと入れ替えて反対側に向くという感じですね。こういう振り子の動きで、ストローク動作っていうのは行います。はい、上から下に降りてきて下から上に上がっていくような感じにすると肩の回転動作っていうのは、使いやすくなります。はい、横にこうやろうとすると、まあ、意外と難しいという感じですね。はい、まあ、これでも言葉のあやであって、後ろから前に振るときにじゃあこうやってるかっていうとですね、こうやってるかっていうと、スムーズに打てる人はもともと後ろから前って言ってもこういう感じで、肩を回してると思いますけれども、今お見せしたような形で上から入ってきて下を通って上に戻っていくっていう、この下に膨らむような動きっていうのが一番スムーズにラケットをコントロールすることができます。ですから、下から上に振りましょうっていうのは、上からスタートして下を通過して、上に振りましょうという感じで理解してもらえるといいと思います。下から上ではなく上下上っていう感じで、下に膨らむようなスイングっていうのをイメージするとうまくいきます。ちょっとやってみますね。まず下から上やってみます。あまりにも下に用意しといて上に振ろうとすると、これ当然力入りません。先ほどの振り子で言うと、下っていうのはこの最下点のところですので、まあ、ここに近いところからいきなりこう振ろうとしてもやっぱり勢いもつかないし、この腕のプロネーションの動作ですね、ひねり戻しの力もこううまく伝わらないという感じになりますので、上、下、上のイメージでやってあげる。少し上、下、上ですよね。スイングが滑らかにこう下に膨らむような形を使ってあげると、うまくいきます。はい、でプラスしてこの手首の動きもありますよね。打つ時に最後手首がだらんとこうリラックスしてラケットヘッドが下がる動き、はい、これも、
やっぱりテニスのボールを打つ中ではものすごく大事になります。ずっとこう力が入りっぱなしで、打つ、まあ、イースタングリップでねこのままこうやって、打たれる方もいますけど、やっぱりこう少し手首がこうしなるような形っていうのはね、欲しいと思います。これも上から始まって、下を通過するっていう形にすると、この時にラケットヘッドをねさらにこう緩ませてという形が、作れます。で、これ細かく分解すると、上下を通過して、ここからラケットをこう引っ張り、前に引っ張り出すところですね、下に膨らませて引っ張り出す時に、少し手首が緩んで、さらに、ラケットヘッドだけが下に下がるような、感じになりますので、まあ、言葉で分解すると、ここで手首が緩んだ時にはもう腕自体はちょっと上に上がり始めているのかなという感じですね。こうバラバラに、関節が出ていくような感じになりますので、肩が出てきて肘が出てきて手首は遅れて出てくるので、肩自体はもう上にこう上がり始めているのに、手首は後ろにしなった状態で、リラックスした状態で残っているという感じを作ることができるようになります。で、これを作るためにもやっぱり上下上ですよね、下に膨らむようなっていうイメージがないと、最初から一番下に下ろしてしまうとなかなか、この辺りがうまく作れません。もちろん作れる方は作れるんですけど、感覚として難しくなりますので、やっぱりスイング、下から上のスイングを作るためには上下上ですね、下にこう膨らむような、感じをイメージしてあげるといいのではないのかなと思います。で、もう一つ体の回転っていうのが最後加わりますので、横を向いた状態から始まって、この時はラケット上にあると思いますね。で、ラケットが、まあ、これはもう一瞬の出来事で起こるので、ここまでこう言葉で細かく、順番に分解するような感じでこう丁寧に進んでいくわけではないんですけれども、あえて表現すると、体が前にスーッと向いていった時に、まあ、ラケットが下に膨らむように下に下がるぐらいのイメージで思ってください。はい、体も前向き始めてこう勢いがこうつき始めている状態ですね。その時にラケットはまだ前に出てこずに下に膨らみ始めている状態です。で、下に膨らみ始めた腕の最下点、一番下の部分ですね、ここもここの部分です。ここから今度上に上がっていく、はい、ここから腕が上に上がっていこうとした時に手首はしなって、ラケットヘッドはもっと一番下に下がります。はい、この状態からこういう感じになります。これ手は上に上がっていって、ラケットヘッドはまだ残って下に下がってる状態ですね。はい、でここから体をもっと回って肩が出てきて、でこの状態から手首は最下点の状態からまた下に膨らむように上に上がってきて、インパクトがあってそのまま振り抜くという感じです。体が前に向く、腕が下から上に膨らんでくる、手首がその後下から上に上がってくるというところがドゥルンとこう順番につながるのが、こう下から上のスイングだと思ってもらえるといいと思います。はい、単純にこう下から上って言われると、下にあるものを上ってやるとね、こうなかなかうまくいかなくて、今までの打ち方の方が良かったわっていう方がね、結構多いんですけれども、今の動きの順番ですね、徐々に出てくるっていう、で下に膨らむような腕の動きで手首が最後下に膨らむっていうのもワンテンポ遅れてこう出てくるという感じです。これが全部凝縮されると、下から上ですよみたいな、ね、感じになります。正確には上下上みたいな感じと、今みたいな細かい、部分に分かれているという感じのところですね。まあ、これを頭の片隅に置いてやると結構リラックスして下から上っていうところがね生み出せると思いますので、頑張ってみてください。はい、いかがだったでしょうか。やっぱり言葉に、するとすると、下に膨らむようにっていうのが僕は一番しっくりくるのかなと。で、下に膨らむように振りましょうってやると、まあ、10人の方に言うと大体50人の方のやることが揃ってくるのかなという感じがしましたね。やっぱ膨らむようにっていうのでこう力感が揃う感じがします。はい、下から上っていうとね、やっぱこうものすごく力んでやる人と、全然力まない人と、いろいろこう分かれたり、あとはこうタッチの部分でね、ものすごい擦る人が現れたり、もう面が上向いてしまってオーバーしたりとかね、したりとかします。ただ、下に膨らむようにってやると比較的面は地面と垂直でこううまく使える方が、多いような気がしますので、この辺りのこの下から上っていうところの、イメージですね。そもそも、体が動きやすいように、腕をこうだらーんと振りやすいようにですよね。腕はこう振り子の動きで動きますから、肩の部分はね、その、
肩の動きをしっかり出せば、こう下から上みたいなこう感じになるというところがポイントだと思います。はい、押すとかってやるとしまうと、まっすぐ肩が回らなくなってしまうところが、この下から上、下から上って言うと、まあ肩の動きが出てくるところが、まあ一番大事なのかなという感じがしますね。はい。テニス一番最初に覚えるときに、やっぱこの下から上っていう言葉を使うのは、この肩の動きのところをしっかり出していくからじゃないのかなという感じで思います。はい。やっぱ下にこう膨らますっていうところですね。で、細かいところを分解していくと、手首の動きっていうのはやっぱこう、また違いますし、今回はオンコートの動画ではそれほど言いませんでしたけど、肘の動きもね、やっぱり異なります。肩の回転だけで、振り子だけで打ってるわけじゃなくて、そこに肘、手首っていうのがあって、手首は明らかに肩の回転と別枠でこう遅れてまた動作しますので、そのあたりもこう分解して覚えておくと、下から上っていうところがね、イメージが湧きやすくなると思います。単に肩だけでっていうと手首がガチって固まってしまって、こうしなりの部分が出てこないので、ボールを弾く柔らかさの部分がね、出てこなくなります。まあ、このあたりは、難しいんですけれども、やっぱりこう下から上、下から上っていう言葉があると、どうしてもこう、まあ、中上級ぐらいからですね、そのしなりの部分が必要になってきたときに、なかなか手首の、力みが取れなかったりとか、そういうこともね、してきます。で、急に、緩めても、なんかボールがもうどこ行くかわからへんみたいなね、感じで、手首今度使いすぎ、動きすぎみたいな感じになってると思うんですけど、そういう感じにもなりやすいのかなと。いう気がします。はい。ですから、まあ、今回の動画のような感じで、ちょっと分解をして、頭の中にこうスポット入れておくと、ああ、なるほど、下から、上っていうのは、まあ、下に膨らむような感じで、で、手首の動きっていうのは、ちょっとタイムラグがあって、遅れてやるんだな、みたいな感じのところまで、なんとなく理解できてると、スムーズに、表現できるし、適度に力が抜けるし、ラケット面の向きはしっかりとボールの方に保ったまま、いけるんじゃないのかなと。いう感じで思います。はい。やっぱりね、こう、大人からテニスを始めると、なかなかそのあたり、頭で理解するのが難しい。僕はなんとかね、高校の時に始めることができたので、そのあたりはそんなにこう、悩まなくて、いけましたね。はい。ただまあ、やっぱりこう、下から上っていう言葉を自分でこう教え出すと、俺もそうせなあかんのかなって、すんごい下から上になってしまって、スピンがかかりすぎたりとかね、そういう感じのことはやっぱりありましたので、やっぱりこう言葉が一人歩きしていくっていうところはあるので、まあ、分解して、しっかりとイメージに入れておくことができるといいと思います。以上のようなところを気をつけると、あ、下から上、なるほどな、みたいな感じで、ストロークね、しっかりできると思いますので、ぜひコートで試してみてください。